はいどうも CTV です。よろしくお願いします。というわけで本日は、群馬県にあります太田運動公園球場に来ております。本日はですね MLB ドリームカップというのが毎年個人参加でチームを作るという企画がありまして、2023年は群馬選抜として参加していきます。ここで今回は一体どういう選手が参加しているのか聞いていきたいと思います。僕は2017年から個人参加参加してますけど、様々な方と知り合うことができて、この大会が終わってもその後でも交流できる、そういうメリットのある大会となっております。全国で個人参加の企画って結構いっぱいあるんですけど、応募の件数が全国で一番多かったという話を聞いております。今回はですね練習試合なんですけど、20名ちょっとぐらい人数今いるんですけど、今回参加される方は12名ぐらいかな。まあお休みの方もいるんですけども、8月の末に、大会が始まるので、8月の頭に今、オープン戦というか顔合わせをしております。はい、結構ね知ってる人もいると思うんで、ちょっと軽くインタビューをしていきたいと思います。それでは行きます。あれお疲れ様です。お疲れ様です。1週間ぶりです。 まさかの1週間ぶり。1週間経ってないですね。経ってないな。確かに山井くんも参加ということで、よろしくお願いします。初参加っすかMLB 初参加っすか、個人参加。オープンチームで1回と、去年ゼビオ選抜で1回の3回目です。3回目か。普段栃木だよね。栃木です。うん、さあよろしくお願いします。お願いします。はい、石井くんお疲れ様です。お久しぶりです。まさかの芝倒れてる、ね、同じチームでやるということで、まさかの群馬の地で。群馬の地でね、ここ俺1回ウォーター暁で使ったことあるんですよ。あー出た。2回目なんで、この球場すごいいい球場で、 なんとか P さんだ。そう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 。なんか塚さんも来たんだけどね。そうですね。そう、あ、そうなんですか。そう、来たんだ。暁に、暁暁暁、そう、俺も行きたいって言って。チームメイトがたくさんお世話になってるんで。なるほど。暁は初参加ですか、 MLB。 初めてです。初めて。掘れればいいんですよ。おお、去年か一昨年は別のチームに、ライナーで掘れれば普通に所属してた。ああ、所属したチームで MLB 参加。はい、ああ、なるほどなるほど。個人参加いいっすよ。やっぱユニフォームとかさ、いい、ね、もらえて。赤着たことないです。うん、うん、まあいろいろあって着たことないんで。いろいろあって来てた気もするけどね、なんか気のせいかもしれないです。うん、だけどよろしくお願いします。お願いします。お疲れ様です。お疲れです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。翔平 TV って YouTube やってまして、はい、今日は参加する方をインタビューしてるんですけど、はい、運営の方ということで、はい、飯塚さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。普段はどちらのお店で。普段は南モール前橋店の野球売り場におります。なるほど。はい、今年の4月ぐらいに、そうですね、4月の16日だったかな、はい、プレオープンして、で18日にプレーオープンか、で26日に本格オープンして。あ、そうなんですね。はい、それまではどちらにいらっしゃったんですか。それまでは去年までの12月まで山形にいました。山形にいました。はい、でちょっと3年療養してましたので。なるほど。はい、その間犬の散歩しかしてません。はい、今日本当にこういう出会いってなかなか貴重なものなので、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけでお次の方、はじめましてですよね。はじめましてです。はい、はじめまして、よろしくお願いします。野球の YouTube 僕やってまして、や YouTube で見ます。見ます。見ます。あんまり見ないです。あんまり見ないですか。結構野球の YouTube も結構いろんな方いまして、僕埼玉でやってるんですけど、東京の方とか行ったらもう YouTuber だらけで、結構大宮とか行くと結構いるんですけど。浅野と申します。浅野さん、はい。年27で、普段は宇都宮の方で草球の方やってます。なるほど、宇都宮の方で。今回は群馬県なんでちょっと遠かったですか。まあそうですね、ちょっと小旅行がてら。小旅行がてら。わかりました。守備位置ってどこなんですか。守備位置は結構バラバラですね。私初心者なんですけれども。ああ、そうなんですか。まあ、普段はちょっと練習試合で、まあ、外野、内野、ピッチャーとか、うん、まあ、基本キャッチャー以外をやってます。なるほど。初心者っていうのはいつから野球を始めたんですか。本当に草野球からなので、まあ、草野球ずっと3年ぐらいですね。3年目ぐらい。なるほど。なんかスパイクがすごくおしゃれだなと思って。ちょっとこれどこのやつですか。これジャガーズっていうところのやつで。やっぱりジャガーズのホームページから。あ、ジャガーズのホームページから、はい、なるほどですね。はい、じゃあすいません、お名前よろしくお願いします。はい、私土田と申します。土田さん、はい、お願いします。 MLB は初めてですか、参加は。去年1回宇都宮の BB パートナーさんで。あ、宇都宮参加してます。なるほど。なんか去年って2チームありましたよね。ありました。なんでなんですか、あれ知ってます。いや、人が多かったからですかね。詳しくは知らないです。最初から2チーム別々で募集はかけてた。あ、そうなんですか。私茨城で今回申し込みしたんですけど、はいはい、茨城人少なくてできないって言われてこっちに回ってきました。なるほど。普段は
どちらで。普段はチーム仕事ちょっと忙しくて土曜日休みにならなかったりする日もあるので、まあ、チームには所属せずに、うん、都内の練習会に行けるときだけ参加したりっていう感じで。あ、そうなんですね。 お住まいどこでしたっけ。私は茨城ですね。隣の栗橋の方に車で行って、うん、コインパーキングに停めて東武線で電車で一本とかで。なるほど、なんかすごくいい機会なので、はい、あ、これもあの YouTube マジで出るんでチェックしていただいて、あの、はい、出たら告知するので、はい、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。おざす。去年のなんかいつぶりでしたっけ。去年のゴールデンウィークか。そうですね、イベントで。イベントぶりですよね。一緒になったですよね。あ、本当にタティさんがちょっと歌ロンティ対決。ロンティ対決。あ、そう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 、クソだったやつ。あ、そう、いや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 、藤川さんいないってことでね。そうです。なんか長野で撮影してるらしいです。え、そうなんだ。帰ってこれるのがちょっと遅いって言って。あ、なるほど。素顔はね、あの、これが素顔です。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。一緒のチーム初めてだし。あ、そうですね。この間も別チームでしたよね。そうですね。ですよね。別でやってたんで。はい。もう期待してますので。いやいや、とんでもないです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。去年一緒にプレーした、そうですね、翔平君と一緒にプレーした、そうですね、小沢です。お疲れ様です。よろしくお願いします。1年ぶりで。1年ぶり。あれ、どこまで行ったっけ。去年お盆で負けたんだよね。1回勝って2回目負けたんですよね。そうだよね。あ、そうですね。練習試合はやったけど。そうですね。まあ、去年はね、そうっすね、去年はちょっと残念ながら負けちゃいましたけど、群馬でね、勝ち進んで関東大会で念願の群馬選抜なんで。そうっすね、はい、あ、群馬出身もですよね。群馬在住です。在住っすか。在住です。去年は群馬からわざわざずっと東京に、はい、出張しました。きついっすね。趣味出張で。いや、きついっすね。今年もはい、頑張りましょう。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。はい、お願いします。いいね、バックスクリーンに。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アイシャー！ゴー！いけいけいけ、そう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 ！翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。Yeah.